今回タッグリーグに出場している中でやっぱり一番下なんで、その上最後の4チームに残ったんで、やっぱり行けるところまで行きたいと思います。とここまで来たからには優勝を目指して、そしていい試合だったって言われるようにしたいです。頑張ります。タックリーグ宇野さんと組ませていただいたんですけど、決勝戦まで来れたので、今日1日あと1試合か2試合か分からないんですけれども、一生懸命頑張りたいと思います。三田が決勝戦って言ったんですけど、まだ準決勝なんで、決勝戦までここまで来たのは自分たちのチームはまぐれだって言われてるんでね、マグレでここまで来たんで、このままマグレで優勝まで行きましょうか。新しく考えたダブル のチームワークっていうか、ダブルプレーに期待してもらいたいと思います。頑張ります。今日はタッグリーグの決勝ということで4チーム残ったんですけど、万全な体制で戦いたかったんですけど、ちょっとペアの天田レイブン選手が足、膝を靭帯だっけ、靭帯を切っちゃって、ちょっと大変なんですけど、その分私が一生懸命この人の分まで頑張ります。天田選手、何かしたことどうぞ。怪我したんですけど、足を引っ張ってしまったんで、その分一生懸命頑張りますので、どうもすいません。二人の力、気持ちが通じ合ってるんで、絶対勝てます。頑張ります。はい、今回初めてメデューサと組んでタッグリーグ戦の出場だったわけなんですけど、ここまでやっと今日決勝戦なんですけど、初めてのペアで外人と日本人のペアというのは初めてなんで、絶対に優勝したいと思います。ねえメデューサ、頑張ろうね、ファイトだよ、大丈夫、頑張って、大丈夫なんかダメない、だって待ってね、メッセージ、こんにちは、メデューサです。It's a very good honor to be with Mitsuko and myself, and there's plenty girls that are very, very tough in the wrestling. I feel that in the tag ring that I have as a partner, one of the best, and I know because her and I have fought against each other, and my heart goes out to her. And is with the tag ring,today I'm very, very nervous, yes, but I have a lot of faith in my partner, and you show ishmas. Yeah. Okay. 頑張ろうね。絶対頑張ります。
くね彼女は大胆でこの発想がユニークで私自身ね日本人ってそんな大胆さってあんまりないじゃないですかないんですよねそういう面ですごく勉強になったのは自分にとってこの卓球戦プラスでした本当にメディザにはどうもありがとうって言いたいですねメディザは Hi Mitsuko I know you may not understand what I'm saying right now but I just want to say thanks for all your dedication and time and it's a real honor to be your partner and to be together and to work hard and train as we did. I just want to, if this was a singular trophy, I'd probably give it to you. And I just want to say thanks. I have those answers. Thank you.最後自分でロープ噛んでって、噛んじゃったんで。